ちゃん後ろ向いてどうしたの？なんかスマホを隠したみたいですよ。さては彼氏の彦星くんに LINE かな。ほんとラブラブなんだから。はい、そんな片野市を熱烈 PR 中なのが七夕伝説の織姫様がモチーフの織姫ちゃん。キュートでお料理とダンスが得意な織姫ちゃん。プライベートではさっき LINE していたお隣枚方市の彦星くんとリア充なんですよ。しかも今回のゆるキャラグランプリ2016にはカップルでエントリー。皆さん2人に温かい一票。はい、頑張ってね織姫ちゃん。そんな織姫ちゃんもおすすめ。ただいま片野市枚方市では共通の観光資源である七夕伝説と天の川を活用した観光新興事業天の川ツーリズムを展開中。ウォークイベントやスタンプラリーなど楽しい催しが盛りだくさんです。この10月末で終了しちゃうのですが、今ならキキララと織姫ちゃん彦星くんとのコラボラッピング電車も走っています。ぜひこの機会に片野市枚方市にお越しください。はい、そしてこちらは織姫ちゃんのペット宇宙怪獣星のアマンです。あれ、毎回のことですがステージ上だというのに居眠り中です。起こすのが面倒なのでこのまま進めましょう。星のアマンは織姫ちゃんのペットの宇宙怪獣です。しかし怪獣っぽいことは何もできないのんびり屋の性格で、黄色い体が星、水色の尻尾が天の川を表しています。寝ぼけてる割にはよく動きますね。あ、ようやく起きたみたいです。こんな2人ですが片野市の PR には一生懸命です。七夕伝説ゆかりの地、そして歴史と自然あふれる大阪府片野市にぜひお越しください。これからの季節、紅葉を見ながらハイキングも最高ですよね。そうですよね。京都、大阪からの交通の便もよく、都会の喧騒に疲れた方、気楽に来れるオアシス、片野市は特におすすめです。安らぎ、ぬくもり、すぐそこに、住んでよし、訪れてよしの片野市に皆さん、ぜひお越しください。そしてまだまだお伝えできていない織姫ちゃん、星のアマンの魅力や片野市の情報は、織姫ちゃんは公式 Facebook で、星のアマンは公式 Facebook と Twitter で発信中です。要チェックですよ。2人のグッズは夢京橋キャッスルロード B1 エリア18番ブースで販売中です。あと少しの時間ですが、ぜひ覗いていってください。以上、大阪府片野市織姫ちゃんと星のアマンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あのキャラさんの横についてくださった綺麗なお姉さま方は織姫の星片野観光大使のお二方。はい、はい、そうです。どちらの方が初めてだったんでしたっけ。あ、私です。緊張されました。はい、いやいや素敵でしたよね。皆さん拍手拍手。これからも今日みたいに素敵なところをいっぱいね、皆さんに PR して歩いていってください。じゃあ、あのアマン君寝ちゃダメだよ。アマン寝ちゃダメだよ。うん、お姉さん2人と、はい、みんなさんで写真撮ってもらいましょう。あ、お姉さんもどうぞ。前向いて素敵なポーズを。モデルたち、モデルたち。よう知らんって言ってるけど。はい、チーズ。